ひらめきラボ。はい、どうも、ひらめきラボ研究員の松丸です。このチャンネルではひらめきをテーマに、国内外老若男女問わず全ての人に考えることの楽しさ、ひらめく瞬間の喜びを伝えるために、僕が研究員としてさまざまな企画に挑戦していくチャンネルになっています。毎週水曜日木曜日は謎解きの問題を出題、そして毎週土曜日には有名人の方とコラボしたりとか、あとはこんなことやったら面白いんじゃないかってひらめいた企画を僕が挑戦していくなどをやっています。皆さんぜひチャンネル登録して、チャンネル登録した方は研究員として企画に参加できるかもしれません。ぜひ登録していただければと思います。ということで今日はクールに決めてみました。いかがでしょうか。はい、ということで今日は謎解きを出題する回なので、早速問題を出していきたいと思います。それでは問題に参りましょう。今日の研究資料はこちら。よいしょ。ハテナに入るのは選択肢のうち一体どれでしょう。それではひらめき研究スタート。それでは一つ目のヒントです。それぞれの国を別の言葉で言い換えてみるとどういう言葉になるでしょうか。それでは最後のヒントです。左側、単純にクと読むわけではなくて何かついてますよね。続けて読めばきっと答えがわかるはず。皆さん、今日の問題解けたでしょうか。それではこの謎の解説をしていきたいと思います。この問題ではこの左側にあるこのクをどういうふうに読むかがポイントでした。この言葉よく見るとカッコがついています。ただクと読むわけではなくて、カッコも注意して読んでみると各国、つまり各国と読むことができます。それぞれの国、漢字にすると各国という言葉で表すことができますよね。同じように考えると、下も括弧を含めて読んだときに身なりや外見を表す言葉になればいいと分かります。これを踏まえて選択肢を見てみると、括弧う、つまり括弧が身なりや外見を表すと分かります。ということで正解は括弧うでした。ひらめきラボ、皆さん今日の問題いかがだったでしょうか。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてぜひ楽しかったという方は問題をですね、友達や家族に出してみてください。このチャンネルは家族や友達と競い合ってもきっと楽しいと思います。そして僕は普段 Twitter、Instagram、LINE LIVE でも情報を発信しておりますので、ぜひ概要欄でフォローしてください。というわけでまた次回もお会いしましょう。世界のみんなにひらめき次第。次回も謎解き問題を出題します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題も Twitter などでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。